グラスに入れたニンジンジュース、ニンジンジュース、またはキャロットジュースは、ニンジンから作るジュースである。ニンジンジュースには、ビタミン A になる β カロテンの含量が、特に多いが、養酸等のビタミン B グニやカルシウム、銅、マグネシウム、カリウム、リン、鉄等の多くのミネラルも豊富である。1ポンドのニンジンからコップ1杯のジュースが得られるが、これは、リンゴやオレンジ等の果物と比べると少ない。 人参の果肉は非常に硬く、人参をジュースにする際の難しさは、果肉と果汁の分離の難しさによる。ベータカロテンを多く含む他の食品と同様に、一時的に肌が濃硬色になる感が和尚の原因となる。24時間で3倍以上の人参ジュースを飲むとこの状態になる可能性がある。人参ジュースには、濃縮した人参の独特の甘みがある。 他の多くのジュースと異なり不透明でありしばしばヘルシードリンクとして飲まれる。人参は数百年にわたりスープやジュースに調理されてきた。アメリカではチーズに深い色を着色するためにかつて人参ジュースが使われた。アメリカ合衆国農務省によるとコップ一杯の人参ジュースは以下のような栄養素を含む。ありがとうございます。